エミール・シャルル・マディ・スナールはフランスのインド学者。インドの碑文、古文書や仏教の研究で知られる。スナールはランスに生まれた。地元の理セを卒業した後、3年間ドイツのミュンヘン大学とゲッティンゲン大学で文献学を学んだ。ゲッティンゲンではテオドール・ベンファイに学んだ。帰国後、1868年にアジア協会の会員となり、 1890年に副会長、1908年以降没するまで会長を務めた。1882年に秘文文芸アカデミーの会員に選ばれた。1887年から翌年にかけてインドに渡り、進出のアショカを秘文について調査した。1923年にオックスフォード大学はスナールに名誉博士号を送った。 1928年にパリで没した。翻訳書にバガバットギーターとチャーンドーギア・パニシャットがある。インドのカーストに関する著書は日本語に翻訳されている。仏陀の電気を太陽神話とする説はヘルマン・オルデンベルク、仏陀の中で詳しく批判されている。ありがとうございます。